こんにちは。今日の切り抜きニュースは、やはり私はもう大本命は来年の11月任期満了だと思っています。で、9月のまあ自民党の総裁選ばれて解散する可能性があるとしたら、僕は青山繁晴さんかなとは思っています。青山繁晴さんが選ばれた場合は解散総選挙すぐに移るでしょう。で、石破さんあるいは小泉さんだと世論を見てからになるのかな、世論調査してからになるのかなと。で、石破さんだとちょっと厳しいから、世論調査して自民党が勝てる、いわゆる過半数取れるって結果は出ないだろうと、石破さんであれば。で、小泉さんだとひょっとしたら今だと勝てるっていうのが出たら、まあ、青山さんだと間違いなく解散総選挙を打つと思います。これはあの理由はもうシンプルで、青山さんもそのお金に関して、僕は青山さん個人的には大嫌いですけども、あの青山さんをもし自民党が選ぶとなれば、可能性は非常に低いんですけども、青山繁さんをもし選ぶとなれば、参議院初の総理大臣ということで話題も広がるでしょうし、まあ、彼はお金について全くクリーンですから、あの人間性は僕は最悪だと思ってますけど、あの、まあ、青山さんをもし選んだ場合は相当自民党の改革が進んでるから6から9月解散総選挙だろうと。で、新次郎さんが選ばれた場合は世論調査を一発入れた上で11月ぐらいになるのかな。で、その他の人になればもう解散はやっぱりしない。まあ、もちろん誠しやかにというか、自民党のよ、まあ、人たちとの話をちょっとしてると、そのまま岸田さんで行ってですね、で、来年の参議院で岸田さんが責任を取って、で、参議院で負けた場合には岸田さんが辞めて、で、任期までの解散というか、まあ、総選挙っていう線も結構それを求めている衆議院議員も多いと。で、まあ、公明党さんも来年のやっぱりどうしても今やると維新に負けちゃうので、関西6区はだから公明党さんも絶対やってほしくない。まあ、大阪万博の後維新が何らかの大きなミスをすれば、まだ逆転の可能性があるので、今やるよりも今年やるよりも来年ということなので、僕はやっぱり可能性が一番高いのは来年の任期満了で、条件付きで今年9月の総裁選で選ばれた人が、その後の、まあ、世論調査で自民党が過半数、まあ、自公で過半数取れるとなれば、その段階で解散総選挙に踏み切るんじゃないかなっていう、この2点ですかね。で、もちろん参議院との同一選挙っていうのはもう確か平成元年以来行われていないと思いますけど、公明党と連立組んでる上は衆参同日はもう 100% に近い可能性でないと思う。次の自民党の総裁は誰がなるのかまだわからないですね。青山繁晴はお金には綺麗ですので、そこは評価できます。それではご視聴ありがとうございました。多くの国民が NHK に受信料を支払わないことによって NHK を